いや大雨ですよ。でね、時は無情にもアップデートしていくでしょう。アリス・グオ、いやグオファーピン、彼女の運命はどうなるんでしょうね。で、前回のおさらいを軽くやっておくと、全然公の場に出てこないと思っておりましたアリスちゃんですが、まさかのまさか、でセネタ・リサ・ホンティペロスがすでにフィリピンを出国しておるという情報を公開したんですね。まあそれによりますと、7月18日にマレーシアの KL 入りをしておったと。しかも、そう、KL に入ったのはフィリピンからではなく、インドネシアのバリからやったと。ちゅうことで、まずはフィリピンからバリに入りまして、そっからマレーシア入りをしたと見られておったんですね。で、KL からは、これジェットスターに乗りまして、シンガポール入りをしておったと。ほいでもってそこではね、父親のジャンゾングオと母親であります、ウェンイ・リン。彼らもまたね、中国から駆けつけておったんですね。で、さらには兄弟であります、シーメン・シーラ・ウェスリー。さらには、そう、ホラックのポゴの最高責任者であります、カサンドラもまたそこにはおったと。ちゅうことで家族の再会を祝いまして、そうある、再会を祝してバカンスに行くあるよと愛なりまして、シンガポールからフェリーに乗りましてバタムアイランドへ渡ったんですね。このバタムアイランドっていうのはね、インドネシアになるんですね。で、多分ね、グオファミリーとしましてはアリスちゃんがフィリピンを出国したことはバレないだろうと思っておったはずなんですね。まあ、アリバイ工作のような言葉でやっておったでしょう。それは例えば何ですか？そう、ブラカンにあるね、サンホセデルモンテにあります法律事務所におきまして、8月14日にアリス・グオ本人が訪れまして、まあ、とあるね、ドキュメントにサインをしたと。そういうことをね、そこの法律事務所の弁護士が証言をしてんですね。さらにはさらにも、アリスちゃんの弁護人でありますデイビッド、彼もまたね、アリス・グオとは連絡を取っていて、彼女はフィリピン国内、セントラルフィリピンにおることは間違いないと、まあ、そう証言をしておったんですね。ちゅうことで、グオファミリーは心置きなくバタムアイランドにてバタンガスを楽しむ予定やったことでしょうが、その刹那、セネタ・リサ・ホンティベロスによりまして、アリス・グオは7月18日にマレーシア入りを果たしたという情報が公開されてしまったんですね。じゃあ何故に1ヶ月も前にフィリピンを出国しておったアリス・グオの情報が今頃になって分かったのかと申し上げますとね、まさかの彼女はイミグレーションを通過してなかったんですね。要は空港でパスポートを出しまして、スタンプをバチコーンと押してもらうでしょう。あれをやらんとフィリピンを出国しておったと。とどのつまりが、そう、不法出国ですね。ということで、イミグレーションにてアリス・グオがフィリピンを出国したというレコードが残ってないんですよ。じゃあどうやってそんなことをしたのかと申し上げますとね、それは誰かが手引きをしておったんですね。その可能性といたしまして、まあ、小さい空港っていうのがね、フィリピンっていっぱいあるんですよ。第二次世界大戦中に日本軍が使っておりました、まあ、小さい空港、まあ、空港というより飛行場ですかね。フィリピンって日本と同じく島国でしょう。各島にね、小さいなんか空港中か飛行場みたいなのがね、あるんですね。で、そういった小さい飛行場というのは民間の飛行機なんか飛ばしてないですから。ちゅうか、でっかい飛行機を飛ばせるようなあのランウェイがないですからね。主にね、フィリピン軍が使っておったりする、まあ、小さい飛行機しか、まあそこでは離着陸ができないんですね。で、その小さい飛行場からプライベートジェットに乗りまして出国したのではなかろうかなんてことをね、僕は密かに思っておったりするんですね。で、まあ、そういったことができる飛行場としましては、このルソンのね、北の方とか、まあ、西の方、まあ、この辺りが有力ですね。で、その後にインドネシアに入ったと。まあほいでもね、現段階におきましてはアリス・グオがどうやってフィリピンを出国したのかについてはまだその謎は解明されてないんですね。まあことフィリピンにおきましては、そんなことあるわけないやろってなことをね、やってのけることができるんですね。不可能を可能にする国、そう、それがフィリピンですからね。他にもね、フィリピンを不法に出国する方法としまして有名なのがミンダナオですね。
ミンダナオと言いましてもダバオとかある方じゃなくってヒンダリの方にありますサンボアンガの方ですね。そっからさらに南に行きまして、まあ、スールーとかタビタビこの辺りまで行きましたらすぐ先はねマレーシアなんですね。ボルネオですね。でボートに乗りまして実は30分ぐらいでフィリピンからマレーシアに入ることができんですよ。警備も薄いとあの辺りはね。これでね毎年何百人中ピノイがコタキナバルーとかサンダカンでね捕まって強制送還されてますからね。彼らはね仕事を求めてマレーシア行くんですね。で、まあ、このルートでもねフィリピンを脱出することは超可能なんですよ。可能なんですがこれやとねマレーシアにまあ入国しますでしょう。でマレーシアに入国しましたよっていうねレコードが残らないでしょう。スタンプバチコンって押されないから。これでボルネオって上の方がマレーシアで下の方がインドネシアでしょう。でそのマレーシアからインドネシアへ行くときにマレーシアのイミグレーションを通ってインドネシアのイミグレーションに入るわけでしょう。でマレーシアの入国スタンプがなかったらそれは無理ですわね。で合法ならばこのやり方ではマレーシアからインドネシアに入国することはできませんが、まあ、相手は中国人ですからね。裏社会のコネクションを使いまして違法にマレーシアからインドネシアに入国すると。でその時にはちゃんとスタンプも押してもらうと。ほいでもってバリまで行くでしょ。そっからまたまたマレーシアのKL 入りをするっていうことも可能といえば可能ですね。まあかなり面倒にはなりますけどね。まあちゅうことで違法にフィリピンを出国する方法というのは僕が知っておるだけでもこんだけあるんですよ。で、まあこの中でいっちゃん有力なんはやっぱどっかの飛行場からプライベートジェットっていう寸法なんですかね。まあね、前回のおさらいがここまでですね。じゃあ今回ですが、ジャンもジャンジャンとアップデートがされておると。こんな国世界にあります？こんなにもね、嘘みたいなことが巻き起こって、世界中が注目する国というのは、フィリピン以外にあるんですかね。で、まずは、アリスちゃんですが、KL 入りをしましたでしょう。その時の姿というのがね、残っておったようですね。はい、ドーン！この右の方ですね。雷が今日も鳴ってますね。確かも確かにアリスちゃんっぽいと。で、ちょっとわがままボディの感じのところとかね。で、このヒンダリにおるのは誰なんでしょうね。完全に親しげでしょう。一緒に KL 入りをしたのか、はたまた。なんかね、もう一人のアリスグオにも似ておる気がしますわね。こっちのアリスグオね。アリスちゃんとアリスグオは戸籍上は同じ場所に生まれて、同じ名前、同じ生年月日なんですよ。で、このアリスグオは一切公の場にも出てきませんしね。情報も一切のアップデートがないと。まあ、そんなアリスグオというのがおるんですが、なんかこのアリスグオに似ておるような気もしますね。で、話を戻しまして、この写真っていうのがどうやって入手をしたのかと申し上げるとね、たまたまそこにおりましたピノイによって撮影がされたみたいなんですよ。で、ピノイからしましたら、お、アリスグオやってなことになるでしょう。ちゅうことで、7月18日に KL のエアポートにて撮影をしたようですね。ほいでね、この乗ってきた飛行機というのが何を隠そう。そう、インドネシアのバリからやってきた飛行機やったみたいですね。ちゅうことで、アリスちゃんがいきなりフィリピンから KL 入りをしたのではなくって、まずはインドネシアのバリへ入りまして、そっから KL 入りをしたと見られておるんでしょうね。まあ、この写真を撮ったピノイが根拠ちゅうことになるんでしょう。ちゅうことは、サンボアンガのあたりからね、ボルネオの方へ違法で船でね、マレーシア入りをして、インドネシア入りをしたっちゅうね、後方の可能性も高くなりましたね。ほいで、ここで話は急展開を迎えますと、なんとなんとなんと、インドネシアのバタムアイランドへ渡って、バカンスを楽しんでおりましたグオファミリーでしたが、アリスちゃんのお姉ちゃんのシーラグオと、ほいでもって、ポラックのポゴの最高責任者であるカサンドラ・リーオン、この二人がバタムアイランドにありますインターナショナルエアポートからインドネシアを出国しようとしておったところを捕まえたと。で、すぐさまにフィリピンの BI がバタムアイランドに駆けつけまして、フィリピンへ強制送還されましたね。これがかなり早かったんですね。はい、ドーン！これがシーラグオとカサンドラ・リーオンですが、マニラ空港のターミナル1に着いた時ですね。で、まずはアリスちゃんのお姉ちゃんのシーラグオが登場しましたね。
おいでもって主役は遅れてやってくるかのごとくやってきたのがカサンドラ・リー・オンですね。さすがもさすがの人気っぷりですね。メディアだらけでしょう。もうアイドルみたいですね。もんすごい人の量ですね。ほいでもってね、損後にちょうどええタイミングでシーラの具合が悪くなるんですね。これもまたベストタイミングやったな。ほいでもって車椅子に乗せられまして出てきましたね。いやーこれは心配ですね。シーラちゃんはきっとねセンシティブなんでしょうね。こんな洋さんの人たちに囲まれましてね、しかもカメラで撮られまくっておるわけですから、そら途端に体調もね急変しますわね。まあほいでもね、それだけのことをやってきたっていう証拠ですけどね。で最終的には車椅子から降りましたと。まあほいでもね、白恋三文芝居は続くんですね。ほいでもってこの後にマニラ空港よりも車に乗るために出ていくわけですが、もはやどれがその二人なんちゅう感じでしょう。ほいでね、グオファミリーとカサンドラがシンガポールからインドネシアのバタムアイランドへ入る時なんですが、とあるね、シンガポリアンの男が彼らのサポートをしておったことも分かっておるようですね。まあなんかホテルの予約をしたりとか、なんかいろいろやってあげたみたいなんですよ。ほんでそれをやっておったのが、これまたポラックのポゴに関わっておりましたシンガポリアンのザンジーちゅうね、男やったようなんですよ。はい、ドーン。これが噂のザンジーですね。このザンジーはポラックのポゴのビッグボスと呼ばれておったと。まあビッグボスと言いますと、ポラックのポゴが襲撃された時にパスポートが5、6個見つかったファンジーヤンちゅうのもおったでしょう。あれもまたビッグボスやったようですが、このザンジーもまたね、ビッグボスであったと。で、このザンジーがグオファミリーをシンガポールに導いておったようですね。ほいでもってそっからさらにインドネシアへの手配などもすべてやっておったと。いや、それにしても早かったですね。シーラとカサンドラがね、インドネシアで捕まりましてから、その数時間後にはね、マニラで強制送還されましたからね。いや、これはフィリピンの本気を見たなっちゅう感じですね。まあね、マルコス大統領もね、ものすごい怒ってましたから。アリス・グオを不法に出国させた者を白日の者にさらしてやるって言うてましたからね。ほんでもって、絶対に責任を取らせてやるのだとも言うてましたね。まあ今回のことでフィリピンの腐敗っぷりが露見するだけ露見したでしょう。まあこれもね、問題やとマルコス大統領は言うてますね。これでこのシーラ・グオとカサンドラ・リーオン、この二人のね、顔を見たいでしょう。はい、ドーン。これですね、右によるね、ちょっと上げづらな感じなんがシーラ・グオですね。なんかシーラっておっさんみたいでしょ。ほいでもってヒンダリにおるのがカサンドラですね。こうやって見るとね、カサンドラはこれなかなか面濃い女ですね。しかもね、こう見た目若いしね。ほいでもね、このなかなか面濃いカサンドラがポラックのポゴにて拷問やら人の売り買いやら命を奪ったりやら、そんなことを容認しておったわけですからね。で、もともとね、プレジデンシャルスポークスマンをやっておりましたハリー・ロケおるでしょう。あのハリー・ロケとつながっておったのもこのカサンドラですね。まあハリー・ロケがね、いろいろとライセンスを取ったりするのを面倒を見ておったわけですね。まあほいでもね、ハリー・ロケはそれだけやと、まあそれ以上の関係はないとのことやったんですが、これ話が一変しまして、ハリー・ロケが所有するバギオの近くにあるね、家にもね、このカサンドラが隠れておったっちゅう情報が入りまして、警察が駆けつけたところ、カサンドラはすでに逃げた後でしたが、そこには中国にて数千億円を詐欺しておった中国人が見つかったんですね。はい、ドーン。こいつですね。しかもこいつ自身もね、ポゴの運営をやっておりましたが、こいつの役割というのはポゴのブレインやったんですね。トドのつまりがポゴのコンサルティングですね。こいつに任せれば、そのポゴは確実に流行るというね、頭脳の持ち主やったんですよ。ということで、ポゴ界の諸葛亮孔明みたいな感じやったんですかね。ちゅうことで、ポゴのブレインと呼ばれておったと。で、話をシーラとカサンドラに戻しまして、見事にフィリピンへ帰ってきましたこの5両名は、もみくちゃにされながらも車に乗り込みましたね。
ほいでもって向かった先っていうのが、まずはね、イントラムーロスにありますね、イミグレーションですね。ここへはね、ビザエクステンションなんかでね、行ったことある人もいっぱいおることでしょうね。まあ今ではね、メトロマニラ内にもいろんなところにイミグレーションができてますけどね、昔だとね、ここしかなかったですからね。で、わざわざ遠くからね、ここまで来ておったなんて人もね、多いことでしょうね。ほいでもって BI に着きました2人は、マンズはメディカルチェックアップを受けましたね。まあバカンス帰りということで完全に元気でしょうけど、シーラはね、急も急にぶっ倒れるっちゅうね、三文芝居を始めましたからね。まあこういうところがね、いいですね。こうどこまでもね、ふてぶてしく行くっていうね、この心意気がいいわ。ほいでね、マスクを取りましたカサンドラの顔みたいでしょう。多分可愛いですからね。はい、ドーン！ね、かなり若いでしょう。で、めんこいた。年齢が書いてないですが、まだこれ20代後半なんか、まあせいぜい30代の前半といったところでしょうかね。しかもなんか笑ってるしね。ほいでもってシーラグオですね。このマスクを取ったシーラグオも見たいでしょう。はい、ドーン！こんなんですね。これで興味深いのが、シーラの本名ですね。ザ・ミアなんですよ。グオではないっちゅう寸法ですね。アリスちゃんはグオ・ファーピンでしょう。ほいでもね、ザンなんですね。アリスちゃんとは名字が違うんですよ。父親がジャンゾン・グオでしょ。で、母親がウェン・イ・リンでしょう。ちゅうことで、名字はグオかリンになりそうな気もするんですが、ザンなんですね。ほいでね、さらに言いますと、グオファミリーといえば、ウェン・イ・リンのエラでしょう。このエラね、二角四方を思わせるようなこの立派なエラですよ。このエラがね、アリスちゃんにも弟のウェスリーにもね、受け継がれておるんですが、このミアにはね、エラがね、受け継がれてないんですね。ちゅうことでミアはウェン・イ・リンが産んだ子供ではないような気がしますね。ジャンゾン・グオが別で産ませた子なんですかね。まあ、とりあえずはこのミアとカサンドラはイミグレーションでメディカルチェックアップを受けまして、その後にね、 NBI に送られたようですね。そこでいろいろと調べられるはずでしょうが、まあ、調べられたら多分すぐにね、出ることになるでしょうね。まあ、言うてもね、罪状が今のところは大したことないですからね。これがどん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 罪がね、明らかになっていけば話は変わってきますけどね。で、とりあえずはこの二人ってセネターのヒアリングにね、一回も出てきてないんですよ。ちゅうことで、とりあえずは出るという約束をさせたようですね。はい、ドーン！ちゅうことで今後はね、この二人がセネターリサ・ホンティベロスとセネターガチャリアンにね、言葉によりまして、ボッコボコにされる映像が近日公開されるちゅうことですね。まあ、ほいでもね、ここでね、ここでなんとかね、逃げ出してほしいですね。なんかそんなんを期待しちゃいますね。ほんで、アリシャンの弟のウェスリー・グオールでしょう。ウェスリーはね、すでにインドネシアを去った後やったみたいですね。今回のシーラとカサンドラよりも先にインドネシアを出国しておったようなんですよ。早いですね。危険を察知しておったのやもしれませんわね。で、ウェスリーの次なる目的地については公開がされてないですね。まあ多分ね、分かっておることでしょうが、公開するとね、ウェスリー側にも情報を与えることになるというのもあるんでしょうね。ほいでもってもう一人の長女なんか長男なんか分からんですが、シーメン・グオですね。こっちの方の情報がないんですね。中よりもね、シーメン・グオとシーラ・グオは以前よりもね、ずっと情報がなかったんですよ。シーラ・グオに関してもね、今回初めて写真も出てきましたしね。で、そもそもの話ですが、ザン・ミアーやしね、本名が。ミアーって、まあ、読み方が合っておるのかどうかもね、皆目見当もつきませんしね。ちゅうことで、もしかしたらミアーと同じく、シーメン・グオもまたね、名字が違うのやもしれませんわね。多分ね、そうなんですよ。ウェン・イ・リンがシーメンとシーラを産んでおったとしたら、10代の時に産んでることになるんですね。なんかそれってあんまり現実的ではないんですよね。可能やけど。ちゅうことで母親はね、ウェン・イ・リンじゃない可能性が高いね。で、ジャンゾン・グオとウェン・イ・リンのほんまの子供っちゅうのは、このアリス・グオとウェスリー・グオの二人だけやったっちゅう可能性が高いですね。
ほいでもって父親でありますジャン・ゾングオと母親でありますウェン・イ・リンはどうしておるのかっていう話なんですが、これに関しましては今のところアップデートはないですね。ほんでもって、そう、アリスちゃんですね。みんなが気になってしょうがないのはアリスちゃんですが、今のところインドネシアにまだおると。はい、ドーン。多分ね、バタムアイランドにおるんでしょうね。で、ミアとカサンドラが捕まりましたから、エラこっちゃと焦っておることでしょうね。ほいでもってね、バタムアイランドって言いますと、ちいちゃい島ですから、ずーっとね、隠れておるわけにもいかんでしょうしね。まあ、どうにかして出国を試みることでしょうね。そうなってくるとね、偽物やけど本物のインドネシアパスポートを作るんですかね。まあ、これね、最後の最後まであがいてほしいところですね。ほいでね、ほいで、もしも捕まっても、私はアリス・グオではありません。私はグオ・ファーピンです。みたいなことを言うてほしいですね。え？誰ですか？アリス・グオって。あ、フィリピンで中国人中疑いのあったメイヤーですね。あー、聞いたことあります。大変ですね。みたいなことを言うてほしいですね。